オースティン・アレン・ロマインは、アメリカ合衆国カリフォルニア州オレンジ郡、レイクフォレスト出身のプロ野球選手、宇藤右内。フリーエージェント。愛称はロ。高校は、レイクフォレストのエルトロ高等学校に入学し、チームでは、ノーラン・アレなどと共にプレーした。2007年の MLB ドラフト2巡目で、ニューヨーク・ヤンキースから指名され、8月14日に、 入団。この年は、参加のルーキー級、ガルフコーストリーグヤンキースでプレーした。2008年は、A 級チャールストンリバードッグスでプレーした。2009年は、A 級タンパヤンキースでプレーし、年間最優秀選手を受賞した。2010年は、AA 級トレントンサンダーでプレーし、オールスターフューチャーズゲームに選出された。2011年は、 開幕から AA 級トレントンでプレーしていた。9月1日にトリプル A 級スクラントンウィルクスバリヤンキースに昇格した。主に指名打者として出場した。9月10日にケンタッキー州ウェルマートで彼女とショッピングをしている時に電話でセプテンバーコールアップを伝えられた。翌日の9月11日に40人枠入りを果たし、同日に行われた。 ロサンゼルス・エンゼルス戦でメジャーデビュー。7回から保守の守備についた。9月12日のシアトル・マリナーズ戦では9番保守で初先発出場を果たしメジャー初安打初打点も記録した。2012年は追患板ヘルニアと診断されシーズンを棒に振った。ルーキー級のガルフコーストリーグ A 級短波トリプル A 級 スクラントン・ウィルクスバリの3球団で31試合プレーしたが、メジャー復帰はできなかった。2013年は、トリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースで開幕を迎えたが、右手に打球を受けて負傷したフランシスコ・セルベリの代役としてメジャーに昇格。8月4日のサンディエゴ・パドレス戦の7回表に、レール・セイヤーからメジャー初本塁打を放った。 2014年3月25日にトリプル A 級スクラントン・ウィルクスバリへ移動。開幕後の4月5日にメジャーへ昇格したが、1試合に出場しただけで4月9日に、再びトリプル A 級スクラントン・ウィルクスバリへ降格した。8月9日には、ブライアン・マッキャンの故障者リスト入りを受けてメジャーへ再昇格したが、 代打で1打席に立ったのみで17日にマッキャンの復帰に伴って降格した。その後9月6日に再びメジャーに昇格した。2015年4月4日にディエフェとなり、8日にトリプル A 級スクラントンオイルクスバリに配属された。9月1日にロースター拡大に伴ってメジャー昇格した。この年はジョン・ライアン・マーフィーの躍進もあって出番が減り、 出番は1試合だけだった。2016年は、マッキャンからゲイリー・サンチェスへの正保守切り替えのタイミングなどもあったが、自己最多の62試合に出場した。バッティング面では、いずれも自己ベストの打率24。242、4本塁打、26打点、オプス0.650という成績を記録。守備面では、50試合でマスクをかぶったか 6試合で1一塁一種も、守った。保守としての守備は一失策、守備率99、997、盗塁阻止率、167だった。2017年8月24日の、デトロイトタイガース戦で5回に、マイケル・フルマーがサンチェスに支球を与え、6回裏に、トミー・クインリーが報復として、ミゲル・カブレラに対して、 背後を通過する投球を行って、退場になった際に、カブレラから殴打ーーされ、両チームから選手が入り乱れる乱闘になり、退場となった。翌25日に、MLB より2試合の出場停止処分を受けた。2018年は6月に、サンチェスが怪我をしてから前半戦終了までは、聖保守として起用された。7月24日に、ハートを発する賞に、 ヤンキースからノミネートされた。10月8日の地区シリーズ第3戦のボストンレッドソックス戦で16から1で負けた試合の9回から1回を投げたため、ポストシーズンで2つのポジションを守り、投球を行った歴代2人目となった。カズトメは2015年のアメリカンリーグチャンピオンシップシリーズのカンザスシティロイヤルズ戦で投げた。 トロントブルージェイズの内野手のクリフ・ペニントンだった。また、ブロックホルトに本類打を献上したため、ポストシーズン初のサイクルアンダも献上することになった。2019年7月25日のレッドソックス戦では9回に投手を務め、1回3失点であった。この年は前年と同様、サンチェスが故障続きの中で72試合に出場し、打率。 出類率、超打率、オプスのすべての項目で自己最高を記録した。オフの10月31日に FA となった。2019年12月12日にタイガースと415万ドルの単年契約を結んだ。背番号は7。2020年オフの10月28日に FA となった。 2021年1月22日にシカゴカブスと150万ドルの単年契約を結んだ。8月12日のブルワーズ戦では9回に兄のアンドリューがマウンドに登り、この時の星はオースティンだったため、1962年6月28日のラリーとノームのシェリー兄弟以来となる兄弟バッテリーを記録した。オフの11月3日に FA となった。 父は元メジャーリーガーのケビン・ロマイン。兄も元メジャーリーガーのアンドリュー・ロマイン。ありがとうございます。